はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんが出てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、病気と年齢に関係してくるお話なんですけどもね、新型ウイルスのね、変異株がね、世界を震撼させる中でですね、明るいニュースにね、日本中がね、湧いています。白血病克服されたね、池江璃花子さんですよ。あの人がですね、オリンピックのメドレーと 400m のリレーメンバーに、この2つにね、選ばれたということなんです。このね、もう嬉しい、とても嬉しい話にですね、元気をもらった方はね、少なくないでしょうね。というかね、みんな元気になりましたよね。しかもね、その選考会兼大会でですね、その出場したレースですよ。4冠を達成したということですよね。より世界中にね、勇気を与えたと思います。そんなね、池江さんも、僕もなんですけども、そのね、患った白血病というのはですね、大きくね、急性とね、慢性に分かれていてですね、それぞれにね、リンパ性とね、骨髄性というのがあってですね、急性リンパ性白血病、慢性リンパ性白血病、で、急性骨髄性白血病と慢性リンパ性白血病っていう、この1、2、3、4の4つに分かれています。で、池江さんの白血病のね、発症がね、報道された2年前にはですね、とある記者さんはね、急性リンパ性白血病のね、治癒率がね、8割に上ることからですね、治療が終われば復帰は可能ですと。で、まだ18歳なので、オリンピックでのメダルの可能性は十分にあるはずですとね、書いていました。その根拠というのはね、白血病に限らずでして、がんというのはですね、治癒すればね、治療前のね、体力に戻るのが、ね、一般的だからなんです。なので白血病もね、そうやと言われています。池江さんがした骨髄移植によるね、筋力のダウンなどの影響っていうのはですね、非常に強くてね、で、早期の回復が難しくても、リハビリにね、こう努めればですよ、元の体力に戻すことができると言われています。なのでね、その筋肉とかね、体力の可能性もですね、池江さん自身も言ってましたけどもね、当時の可能性っていうのはね、東京は間に合わないので、パリのオリンピックを想定した、その回復っていうのを想定したとね、言っております。それにその池江さんとね、同じタイプの白血病をね、その同じ骨髄移植で克服された、J2 のね、新潟のサッカーのね、早川文也選手がですね、ピッチに戻るまでね、3年7ヶ月もかかっていますから、池江さんのね、2年余りでのね、オリンピック出場というのはね、もう驚異的と言えます。ほんまにね、この人によるというのはね、このことですよ。その奇跡をね、現実にした池江さんのね、努力はね、ほんまたまものなんですけどもね、お医者さんからね、それを見たらですね、その努力をね、可能にしたね、大いなね、要因はね、発症の年齢だったそうなんです。白血病というのはね、小児科にね、かかるね、その小子供のね、がんの代表的なものでして、小中学生でのね、発症もね、怖い話なんですけども、特に珍しくないようなんですよ。でね、もしね、池江さんがもう少し早い時期とかね、例えば、中学生ぐらいでね、発症していたらですね、移植前に、この必須のね、抗がん剤の影響ね、移植の前処置っていうのがあるんですけどね、それのね、影響をね、すごい受けてたかもしれません。というのもですね、成長期にね、その抗がん剤などをね、受けるとね、成長障害でね、低身長とかになってしまうことがあるんですよ。池江さんはね、18歳で発症してね、早川さんはね、発症は20代でですね、僕は30代半ばやったんですけども、2人ともね、その競技の中断っていうのをね、余儀なくされたとはいえですね、体がね、出来上がってのその発症やったので、競技を続ける意味では、不幸中の幸いだったかもしれません。で、そしてね、他の癌で、肺の癌とか、肝臓の癌とかあるじゃないですか。それのね、一部分をね、切除した場合ではですね、残った部分がね、元の機能をね、補おうとしてね、肥大して回復することが多いんです。もちろんね、人にもよるんですけどもね、例えば 30% もね、臓器っていうのをね、切除したからといってですね、機能がね、こう3割減にならないのは、そのためなんです。で、大腸癌も同じでね、人工肛門になったとしてもね、体力面でのね、影響はほとんどないとも言われています。しかしね、体力に、ね、影響があるものがあるんですけどもね、それは何かと言いますとね、胃がんと食道がんなんですよ。世界のホームラン王であるね、ソフトバンクの球団会長ね、王貞治さんのようにですね、
胃がんでね、胃を全摘出したりね、その食道がんでね、胃をその食道代わりにグッとこう使ったりするとね、まあ、激痩せするんです。あ、ちなみになんですけどもね、あの王さんっていうのはですね、あの腹腔鏡下手術というね、特殊なね手術でね、胃をね摘出されたんですけどもね、それはね、あの大きくお腹を切り開かずに、あの腹腔鏡と呼ばれるね、あの電子カメラ、あの細いねカメラとかを使ってですね、あのお腹の中のね様子をモニター画面に映し出してね、その3ミリとか5ミリとか10ミリほどのね、まあ、いくつかの穴をねプスプスプスと開けてですね、その小さな穴を、穴にそのスコープをね刺して、こう長いね手術道具を通して、あのお腹の外からね操作して行う方法なんですよ。でそれの状態で胃を全摘出するというのに、お腹を切らないというね腹腔鏡下手術っていうをしたことによってですね、あの珍しいことなので、あのその時にですね、新聞やマスコミで、ね、取り上げられました。話を戻しますね。あのこちらもですね、あの世界的に有名なね指揮者である小沢誠二さんっていらっしゃるじゃないですか。あの人もね、この食道がんの手術の後にね、あの着られる服がなくなったとね、すごい激痩せしてね、そう攻防してたそうなんです。でそんなねお二方のようなね、その激痩せの原因というのはですね、本来胃に備わっている、あの食べたものを食べておいて、でタイミングよく十二指腸、小腸腸へとね、その送り出す機能が損なわれて、あの消化吸収がね悪くなるためなんです。こうなるとですね、体力の低下が心配になってきますよね。でちなみにね、あの我々みたいな、その育ち盛りじゃないわ、働き盛りのね現役世代がですよ、これらのがんになるとですね、あのスーツのね身長代にね、あの出費がかさむとも言われています。まあ、あの現役世代やね、その大人になってからのがんというのはですね、まあ、子供の頃になるがんに比べると、まあ、その後の成長に影響がない、まあ先ほどの話し方ではね、そう思うかもしれませんけどもね、そうではないんですよ。あの大人でもね、抗がん剤の影響でね、後遺症が残ることもあります。まあね、僕も今はもう随分とマシになりましたけどもね、まあ一番最初にしたその抗がん剤でね、左目のね中で血管が切れてですね、こう見るもの全てがね歪んで見えてしまう時もありました。このようにね、年齢に関係なくね、今後の生活において何かしら影響があることだってあるので、あの抗がん剤による副作用によってね、それらの後遺症などがねなくなるのはいつかは分かりません。もうほんまにね、努力ではどうにもできないことだってあるんですよ。まあ、それらを含めてね、その治療をしていきますので、がんの治療が終わったとしても、大体の人はね、復帰にはね時間がかかるものなんです。まあ僕もそのうちのね一人なんですけどもね、今はね、その口の中とね目の症状が、まあなかなかあの静まってくれません。ほんでつい先日にね、その歯医者へ行った時の動画でもですね言いましたけどもね、免疫抑制剤が久しぶりに減ってからですね、まあ約1ヶ月ぐらい経ってるんですけども、あの目はそこまでね変わりはないんですけどもね、口の中のね、特にほっぺたの内側がね、またこう荒れ出してね、あのしかもね、また以前の退院したての頃のようにですね、皮が薄くなってきたかのように思います。まあこの前までね、まあ、つい先日まで食べれてたぐらいのね、まあ、温かさのね温野菜とかがね、今食べたらね、もう震えるぐらいに熱くてね、やけどするかと思ってね、ペッと吐き出してしまうほどにね、その感覚になってきてるんですよ。でもまあね、お鍋のシーズンがね終わってからね、この症状なのでね、まだ良かったなとね思います。でもまあこんなにね、その池江さんとか早川さんと比べてね、いろいろと出てくるのはですね、病気になった年齢のせいかもしれませんし、もし10年前になったとしてもですね、その頃の医学ではね、ここまでこう回復してなかったかもしれませんし、これが10年後ならですね、もっと体に負担もかけてなくて、もっと早くにね、あの感知することができている時代になっているかもしれませんがね、まあ、発症の原因はね、分かってない病気というのはね、まあ、年齢なんか関係ありませんしね、関係があるとすればね、その病気の治療にかかる時間とね、内容ですよね。まあ、体が若くてね、なおかつ体力があればですよ、強い薬も耐えれることだってできますし、まあ、各細胞各臓器もね、元気なのでね、影響が少なくて済みます。まあ、僕もね、一応まだ30代なので、あの比較的ね若い世代だと言われてますけどもね、あの早川さんやね、その池江さんとはね比べたらね、まだ若くありませんのでね、そのまあお二人のね世代と比べるとですね、この回復力のペースは妥当なんかなとね感じてしまいます。これはね、その入院者での頃に聞いたんですけどもね、あのとあるね中学生の男の子がね白血病になって入院したけどね、まあ1回のたった1回の抗がん剤で寛解して、その2ヶ月後にはですね、野球部に戻ってですよ、試合にも出れてるというようになったというね、まあ凄まじい回復力ですごいなと思ってたらね、だからやっすーさん大丈夫ですよってね、あの病院が言われたんですけども、まあ今になってね、いろいろ思ったらね、自分の子供でもおかしくないほどに若い子と比べたらあかんやんと思いました。まあそんな感じで、まあ、先ほども言いましたけどもね、自分の努力ではどうにもできない、防ぎきれない場合の病気というのはですね、回復に先駆けて年齢がね関係してくるものです。しかしね、日常の生活習慣で起こり得る病気というのはですね、自分で防ぐことができますし、そして年齢は関係ありません。あの子供でもね、小児生活習慣病というものがねありますのでね、年齢なんて関係ないんですよ。なのでね、いくつでも
もいくつになっても体の管理というのはね必要ですのでね、大事に至る前にですねしっかりとやっていきましょう。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。